えー、こんばんばは。これより帰宅長選,、えー、選挙公開討論会を開会いたします私本日司会を務めさせていただきます公益社団法人東京青年会議所帰宅委員会の高坂智也と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、本日大変お忙しい中立候補を表明されている方全てに打診をさせていただきましたところ本日は3名の立候補者の方にお越しいただきましたお越しいただいた皆様ありがとうございます 主催者としては誠に残念ですが、花川さんはご都合により出席を辞退されたため、本日は3名で討論会を進めさせていただきます。なお、最初の発言につきましては、本討論会にお声掛けをさせていただき、ご参加のお返事をいただいた順番とさせていただきます。まず、公開討論会に先立ちまして、公益社団法人東京青年会議所の紹介を簡単にさせていただきます。 東京青年会議所は東京23区の25歳から40歳までの青年経済人が明るい豊かな社会の実現という理念を掲げ様々な社会問題に向き合う団体です選挙に対する意識向上を目的とした運動の一環として有権者が候補者の皆様の政策内容を正確に把握して投票でできる環境を整備することを目的に東京青年会議所として公開討論会を実施させていただく運びとなりました 本日は各候補者の政策を伝え北区民の皆様に政策内容をご理解いただく場として企画いたしましたどの候補者に投票を行おうかというお気持ちで聞いていただき北区の未来について視聴されている皆様もご一緒にお考えくださいここで本日の公開討論会のファシリテーターをご紹介いたしますファシリテーターは埼玉大学基盤教育研究センター教授石坂徳則さんです 石坂さんは国政地方選挙の立候補予定者による公開討論会で一般社団法人林間フォーラム SQ コーディネーターを務められ男女共同参画若者自立支援まちづくり地域再生などに関わるイベントシンポジウムに多数参加されておりますそれでは今回の討論会の意義につきまして石坂さんよりご説明いただきます また、討論会の進行につきましてはいくつかのルールを設けさせていただいておりますこのルールについても、えー、合わせてご説明いただきます石坂先生、よろしくお願いいたしますはい、えー、ただいまご紹介いただきました石坂です、えー、本日は討論会のコーディネーターとして参加させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますまた、立候補者の皆さん本日よろしくお願いいたしますはい、えー、この北区長選挙公開討論会ですけれども、えー、本日は、まあ、4名表明されているうちの3名ご参加ということになりました えーまあ、本当は全員がというところもあったんですけれども、3名お越しいただき、まずはおりありがとうございます、で私はの実は公開討論会は、えー、今回の統一地方選挙、えー、20カ所近くですね、いろんな選挙区を回ってコーディネートしてきました、でその時に一つ感じたのは、ですねまず投票率が4年前と比べて大幅に下がっているということですねで、まあ、例えば県議会議員選挙、まああの、東京の周りありましたけれども、大体30%台です。 それからもう一つは、ですね無投票の地区がすごく多かったということですね、結局、あの選択をする権利すらないと、有権者の方からすると、ですねもうその方が一人で当選と、あるいは二人でも当選とで、このいわゆる無投票の選挙区、これが増えたということです、それからもう一点は、ですね女性の立候補者が増えたということ、これは私、感じました。 えー、この政治の現場に女性が入ってきてると、これはあの地方選挙、いろいろ回ったんですが、大きな変化かなと思っていますので、まああの、ポジティブなものも含めて、ネガティブなものも含めて、ですねいろいろこの4年間で、地方政治を取り巻く環境、変わってきました、ただ、やはり政策論争による、まあ、公開討論会っていうのは、1人を選ぶ、まあ、そういう選挙でもありますので、なかなかこういう機会ってありません。 あの皆さん、例えばもう今、選挙候補出てると思いますけれども、それを読む機会あると思うんですが、席を並べて、ですねそしてまあ同じテーマについて議論し合い、でそれをもとにですね一票を投じると、この公開討論会の趣旨というのは私は非常に大事だと思っていますので、今回これを開催いただいた、ですねまずあの青年会議所の皆さん、これ、改めて御礼申し上げたいと思います。また、参加いただいたあの3名の皆さんも、ですねえ今日はぜひあのご自身の思いやですね考え、これ、時間限られて恐縮なんですが、語っていただきたいと思います。 で進めていただく上でいくつかルールがあります、まず1つは時間制限があるということですね、私の方で2分間とか3分間と申し上げますので、その時間で以内、えー、いいで話していただきたいということ、で先ほどもありましたけれども、えー、視聴されている方は分からないかもしれませんが、実はそのカメラの後ろにですね終了とか30秒前と札が出ますので、まあ、終了となったところでやめていただくということになります。はいそして 発言順ですけれども、これも公平中立ということになってますので、先ほどあの、司会の方から、一番最初に表明いただいた山田さんからということになりますが、2つ目のテーマからは今度は橋本さん、3つ目のテーマは今度は駒,さんがあ駒崎さんが最初ということになります、でまたこうローテーションしていくという形になりますので、1人の方がずっと1番目ということではないということですね、はい、これもあのそういう点で公平中立ということで、ご協力いただきたいと思います。 はいそれでは早速ですけれども、討論に入ってまいりたいと思います、えー。まずは討論に入る前に、それぞれお三方から自己紹介をお願いできればと思います、えー、ご自身が立候補するに至った動機、あるいはご自身の生、まあ、い立ちも含めて、何でも構いません、えー、時間としては非常に 2, 2分間という短い時間ですけれども、その中で自己紹介をお願いできればと思います、それでは順番で言うと、山田さん、橋本さん、駒崎さんの順番になります。山田さんんんお願いしますはい、こんばんは 山田子でございます。私は今回自民党、公明党、日本維新の会から推薦をいただき、立候補をいたしました。私はこの北区に生まれ育ちまして、区議会議員を35歳から13年間、4期13年、そしてその後、都議会2期、 任期といっても三年です丸三年となりました務めさせていただき今回区長選に臨ませていただきますもともと父がこういった政治を目指していたそれを手伝っておりまして、えー、障害者だったんですけれども障害のある人でも普通に暮らせる 優しい街を作りたいそんな背中を見てきて自分も政治の世界を目指した次第ですそして区議会議員として、えー、13年勤めましての本当に地域と方々と一緒に取り組んできたと思っていましたで都議会に行かせていただいてものすごくショックを受けました東京都はやっぱり予算規模も大きいんですがやっていることもすごく、ま、発展的でですね、えー、その、 東京都の取り組みとともに、さまざまな区が、市がやっている、そのやり方が全く違う。この違いを見てきました。この違いがあどういう意味か。北区にはまだまだできることがあるのに、やれてないな、やれる可能性があるな、そんなことを強く思いまして、今回、区長選に挑戦をしたいと強く思った次第です。特にコロナや。 またあ災害を対応していくそのためのお区民の命を守っていくための取り組みをやっていきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたえそれでは続きまして橋本さん自己紹介お願いします橋本康子と申しますよろしくお願いいたします私えー、この度優しい街を作る会北区より立候補させていただきました 政党ではです、ね、新社会党さん、日本共産党さん、社会民主党さんの3党からご推薦をいただきまして、その他、多くの市民、団体などからの応援をいただきましての立候補となっております。私は鹿児島でで生まれれ育ったんですけれども えー、40結婚しまして夫の聖地であります北区に <laughs> 参りましてから45年になりますこちらで4人の男の子を、えー、海み育てる中で地域の課題にですね、えー、ぶつかりまして主に子どもに関する。 子どもの遊ぶ場所ですとか心の成長のための文化の活動ですとかそれからジェンダー平等の活動ですとか地域のお祭りそして演劇や音楽さまざまなことにお仲間と一緒に関わりながらあの課題に、えー、挑んできたんですけれども、えー、10年ほど前からですね赤羽でソーシャルコミュニティめぐり屋という飲食店をやっておりましてそちらで、えー、子ども食堂ですとかあの 地域にホームレスの方が増えたものですから無料弁当作りですとかそういう地域の、えー、困窮に出くわしまして、えー、その活動をしてのそこからの何とかこの社会を変えたい政治を変えたいという思い出の、えー、立候補となっておりますどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございました、えー、それでは続きまして小間崎さん 自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。えー、まずは主催の皆様、本日はこのような機会を設けていただきまして本当にありがとうございます。駒崎美希です。えー、私はえー、公務員としてですね、15年間えー、公政職員として働いてきました。えー、財務部局、えー、福祉部局などですね、実務を経験してきました。そしてその後にですね、帰宅議会議員として4年間えー、勤めさせていただきました。え、その4年間でですね、皆さん。 区民の皆さんから850件以上もの、えー、区民相談をいただきまして皆さんとともに地域課題に取り組んでまいりましたえいろんなお声があったんですけれども、えー、孤立する単身のご高齢の方であったり、えー、それから困窮に悩む障害者ひとり親の方そうしたいろんなお声がある中で小さな改革改善を遂げることができましたししかでですねこのままではいいけないと 強く思うようにあったこともまた事実ですこの北区では多くの方が生きづらさや苦しさ困難さを感じていますえ北区が変わればもっともっとたくさんの人たちの力になれるのに私はそんな風に思って帰宅長に立候補していますなおですね私は今完全無所属という立場で立候補させていただいております、えー、政党の推薦公認は受けないという立場です そういったお話もありましたけれども、あえてそのような道を選ばせていただきました、それはですね区民の皆様、お一人お一人の声をしっかりと区政に反映させたい、そんな思いからです、しがらみにとらわれないで皆さんの声をしっかりと区政に届けていく、そのような政治をやっていきたいと思っています。あありりががととううごござざいいいまましししたたたは以上3名による自己紹介でした 私もですね公開討論会長いことやってますが全員女性と初めてですねあの今回私初めてですけれどもご参加いただいた方は女性ということになっていますのではい皆さんいかがでしたでしょうか自己紹介ですはいそれでは続いて討論会に入ってまいりたいと思いますが討論ですけれどもまずは共通質問ということで皆さんに対して共通のご質問させていただきますその後テーマということで3つテーマを用意させていただきましたですので4つの質問に皆さんお答えいただくということになります それではまず一つ目の質問になります、最重要施策をお示しくださいということです。 で私もですね討論会やってると、皆さん、政策を語ってくださいというと、20個、30個上げてくる方いるんですけれども、どれが一番、その方の一番最重要政策なのか、何を優先されたいのか、え短い時間ではなかなかわからないんですね、ですので、今回は主催者と相談をして、ですねえ最重要政策、これを一、まあ、つでなくても構いません、二つでも三つでもいいんですけれどでその施策がなぜその施策なのかで、その課題をどのような形で克服していくのか、まあ、これを実は3分間でお話しいただくことになります。 ですので、えー、その3分間でお答えできる範囲でお願いできればと思います、えー、それでは続きましては、えー、今度は順番変わります橋本さんからになりますはい3分間で最重要施策お願いしますありがとうございます私もあの様々な課題がある中で最重要施策これはどうしても暮らしを豊かにしていくまずは今、えー、増税 とですね、消費税それからコロナ禍によりまして私の経営しております巡り屋もその煽りを受けましてこの度10年になるということもありまして閉じることになってしまいました周りの小さなお店もですね、次々に閉じていったりまた困窮になっておりますで赤羽の街にはホームレスの方が増え私どもの無料弁当の活動のところにですね 夜の夜9時半から毎日60食を9ヶ月間出し続けた中でさまざまな世代の方たちがこれをあの取りに来られまして、えー、ご相談を受けたり、えー、行政につなげたり生活保護を受けていただいたりという、えー、まるで相談所のようなですねそういう活動をする中でこれはもう大変なことになっているということで今の行政が、えー、あまりそういう人たち 私たちの暮らし命ということに、えー、政治の力を寄せていただけてなくて大きな開発ですとか道路の問題ですとかそういう方にお金を使っている税金が使われているんではないかということでまずは 私たち一人一人の暮らしを豊かにしていくことから始めたいと思っております。特に子供さん、子育て世帯の方たちにしわ寄せが来ておりまして、私は、えー、子供さんの大学までの教育費は無償化して、税金で、えー、子供の育ち、 を支える中で子育て世帯に経済が回り、そこがあの消費者として、そして納税者としてあの力強くですね地域の経済を支えていただくようになるまで支援をしたいというふうに考えてございいますはい、ありがとうございました、えー、まあ困窮支援ということを最初にご発言があって、途中では、えー、例えば子どもさんの場合、大学までを教育が無償化にするという、はいわ、ねはい、かりました。 はいありがとうございますまたあのこの後補足もしくは反論ということで1分間、えー、発言する機会がありますから例えば言い残したことや他者の発言を聞いて、えー、例えばこれを言っておきたいということがありましたらそこで補足いただければと思います、まあ、あ最後ですね一周してからはい、えー、それでは続きまして小崎さんになります3分間で最重要政策お願いしますはいどうもありがとうございますえー、私小崎美紀の最重要政策は少子高齢化対策ですこれはですね日本全体としても本当に 深刻な問題となっておりますけれどもこの北区でもですねまさにその問題に直面していますえ北区の高齢化率24.7%と23区内トップレベルですそしてまた出生率1.18%とえ全国平均よりも大きく下回っていますえこのままではですね北区が北区としてえ継続しなくなってしまうそんな状況にあると私は思っていますえそこでですね、えー 次世代に積極的に大胆に投資していくことをしていきたいと思っていますえ具体的には、えー、子育て政策に力を入れますえそして、えー、人口流入を起こす、えー、お子さんそれから働き手が増えて税収を増やしていきますその増えた税収でもって高齢化 対策を行うご高齢化支援を高齢者のための支援を行っていきます実は高齢者支援と子育て支援というのはつながっているんですよねそうした好循環を生み出していくモデルをここ北区から行っていきたいと思っていますこれは兵庫県明石市が今すごく全国的に有名ではあるんですけれどもこの北区もできると思っていますこのの北区からその循環を 行ってですね全国に真似されるような政策を行っていきたいと思っていますそして2つ目としてちょっとこれはあのこういう場でお話ししていいものかわからないのですけれども実は私自身がですねあの産後うつを経験したことがあります自分の子供が可愛いと思えないそんな日々が続きました。助けて っていうふうに言えたらいいんですけれどもそういう声ってなかなか上げられないそんなふうに思ったんですこの850件以上の皆様のご相談を聞く中で支援が必要な方ほどですね表には出てこないそういう状況にたくさんたくさん直面してきましただからこそ帰宅が待っているのではなくてこちらから出張っていくそういう政策に力を入れたいと思っています例えばご高齢の方 えー、単身の方孤立されてる方いらっしゃいますそうした方々に見守りを出張って強化していくあるいは私のような産後うつですとか実は0歳児ですね、えー、児童虐待が一番多い世代ですそうしたご家庭におむつの宅配サービスを行って家庭丸ごと区が見ていくそういうような出張って出張って おせっかいを焼いていく、大丈夫って来たから言っていくような、そんな政策に私は力を入れたいと思っています。以上ですはいいありがとうございました あの冒頭でもありましたけれども、まず高齢化率が高いですね、北区はね、おそらく上から3つに入ってるんじゃないかな、23区の中では、こういったまず一つ、背景がある、出生率も1.18と低いと、その中で高齢化支援と子育て支援、これが実はつながっているんだと、そういう仕組みの中で支援をしていきたいということ、これはつ目ですね、せっかく二つ目はご自身のまあ体験を踏まえて、困っている人へのまあアウトリーチっていうんですかね、むしろ直接こう手を差し伸べる、これをこうあのやっていきたいと。 ことですねはいありがとうございますそれでは最後になりましたはい山田さん3分間でお願いしますはいお願いしますはい私の最,優最重要施策はまず区長として 区長だからこそできること、やっぱり行財政改革だと思っています。様々な子育て、高齢者、経済対策、安全対策ありますが、その全ての基本は行政財政改革だと思っています。そこで、まず職員の方々、自分も含めて、トップも含めてですね、えー、区民、 区民の方々にとってプラスになること喜ばれること求められていること便利になること区民目線の区民基準の帰宅を作っていく今よく言われるご相談として区役所に相談に行ったけども前例がないからできませんどうしたらいいでしょう そんな声でいただきます。区民の方々にとって必要な施策をしっかりとどの項目もどうやればできるかという視点で行政が努力をしていく、工夫をしていく、そしてその財源をしっかりと東京都や国から協議をしながら持ってくること、その努力と工夫が必要だと思っております。そこでまずは、 構造改革です。職員の方々のマインドチェンジ。今のお話をさせていただいた意識を変えていくこと。職員の方々は能力が高いです。ですからそういう環境を作れば、トップがそのような方向性を示すことで、区民のための政策をしっかりと考えて、区民と共に共同していく。この体制が取れると思います。で、具体的な体制作りとして、やはり、えー、 行政、まあの特徴としてです、ね、縦割りがよく課題になりますこの縦割りをなくしていくための横の連携ですね各施策ごとに横の連携ができる、えーまあ、仕事、なんでも仕事連携室という形でとにかく、まあ、内閣府のような、えー、各う部がです、ね、連携取れるような。えー 連携室を作っていくことで、えー、それぞれの事業がそれぞれの部ごとに縦ではなくて横のつながりを作っていくことそういったあ組織改正また財政的なところ財政の面ではやはりあの 行政としてお金の感覚がやっぱりまだまだだ低いと思っています、えー、費用対効果、何がこのお金を使ってどのような効果があったかという感覚をしっかりと作っていくこと、そういった意味で、えー、予算制度から考え方を変えていきたいと思っております、えー、予算をですね、枠配分制度という、枠配分の制度に変えていく、これは部ごとの予算を持つことで、それぞれ現場にあった予算が、それぞれ部で、 作っていくことができるそのような予算配分も考えていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。まず行財政改革ということで、まあトップが方向性をまず示すことによって、えー、職員の意識改革っていうんですかね、マインド展示を図るんだとそれから具体的にはですね、まず縦割りをまあセクショナリズムをなくし予告し刺すようなそういう改革を目指したいと。はい、そしてまああの枠配分とこれ予算についてですね、これもあの変えていくというこういうご指摘でした。はい、ありがとうございます。 あのくしくも3人ともあの最上政策、違ったんですけれども、えーと、例えば少子化については、実はこの後の一つのテーマになってますので、それ以外のことをちょっと伺ってみたいんですが、やはりこれ、新しくこう役所が変わった、変わるということは、あの先ほど山山さんの話でもあった通りなんですが、橋本さん、小崎さん、山田さん、また改めて聞きたいのは、今のままで役所っていいのかって、皆さん、多分思ってると思うんですね、もし変えるとするならば、どこをやっぱり変えなきゃいけないのか、あるいはトップになったらなど、役所のどこが変わるのか。 それちょっと1分間でお話し,したいただいてもいいですか、橋本さん、どうですか、ご自身が例えば私もですねさまざまな活動をする中で、はいあの、行政の方にご相談に伺ったり、ですね、うん、陳情したり、えー、傍聴したり、ですねあの区長への手紙、審議会に出て発言、さまざまなことをしてまいりましたけれども、あまりあのこちらの、えー 聞くく耳を持っっててだだださららななないような状況にだんだんなってこられました最初の頃行われておりました街角トークというのが今は絆トークというふうになりましてあの限られた方からしかご意見を伺ってくださらないという中で私たち区民をもっと信じていただ,い,ただいてですね、えー、そういうい声を元にした 対話の政治にしていきたいというふうに思ってます。対話が必要ということですね。すねはい、ありがとうございます。小松崎さんどうぞ今の役所の課題ってどこにあるんでしょう。はい、ありがとうございます。もうあのお話は出ているんですけれども、やっぱり職員の方の意識を変えてい,、うん、いかなくてはならないなと思っています。またですね、ちょっと職員の方のその何でしょう、役所内部でやっぱりちょっと長期政権というところもあって、うん、ちょっとよあのー。 硬直化してしててまっているなかなかね、柔軟にこう動くことが難しくなっているい、はいはい、というところはあるのかなと思っています、はい、また、ですねあの実は私、職員の方からも、あこっちを見ないとだ、職員の方からもですね、えご相談を受けることがあるんです、はい、あの結局、上司に言っても解決しなくて、私のところに来るというケースが複数ありました、はい、そうしたところでですね、やっぱりあの開かれた区長室というのを私は目指したいと思っていて、いろんな、私も。 職員だった昔、職員でしたけれども、いろんな悩み、課題があるけれども、上司に相談しても解決しないこと、結構あるんです。ですから、そこは飛び越えて、区長にもう言ってほしい、そして皆さんが働きやすいかん、はい、環境を整えていく、これがまず一歩だと思っています山田さん、はいま、先ほど続きになりますけど、はい。どあこれ、やはりなかなか難しいと思うんですね、これ、変えていくのは。はいはい、いかがでしょうかやっぱり,っぱりあのトップがあの ししっっかりとと変わてていくことを示していくくこを示例えば、ですねやっぱりコロナで社会変わりました、うん、行政の仕組みも大きく変わっています、はい、現実的に、その中でその変化を恐れない、うん、どんどん試していいんだ、チャレンジしていいんだということをですね区長が自ら職員に勇気を与えて、うん、それをチャンスを与えていく、そのことをやっぱりみんなでその意識を作っていくということをやりたいなというふうに思っていますす、うん、そうですね、はい、コロナで、まあ、ちょっと停滞しましたからね、いろんな意味でね。 続いて私の方から質問させていただくんですが、先ほどちょっと財政の話が出ました、で今、自治体はです、ね、比較的23区は豊かだと言いながら、かなりやっぱり財政も厳しいですし、まあ、どうやって財政的な基盤をこう整えるか、まあ、よそからこうたくさんの税収を得るかということと、あるいは歳出カットということも大事だと思います、北区はまず大財政大丈夫なのかどうか、安定させるために何が必要なのか、これをまた橋本さんからちょっと1分間で伺いたいんですが。 いかがでしょう財政は。えっとですね、行政改革やな何かをこう進めてこられた結果としまして、はい、今195億円の、えー、何でも使えるお金が積み上がっております。うんそ,すね、そして、えー、大型開発ですとか、はい、そういう実装で,、ね、ですとかね新庁舎とかに。はい え目的を一応持っているお金が750億円も積み上がっているという中でそれを今こんなに困っている人たちがいるんですからそこに使わないであのどうするのかではいそうですね使い方税金の使い方の方向性が間違っているのではないかということでそこに切り込んでいきたいと思っております例えばですけど直接給付みたいなこともあり得るということですねそれもありますしそれからそういうエッセンシャルワーカーの方たちとかですね専門職の相談員ですとか とか保健所の方ですとか、そういう方々のあの待遇も改善しないとあの回っていきませんし、優しさ、巡る住みよい街を作りたい、その優しさを回していくためには、まず行政の方たちが優しくなっていただかないといけないので、はい、はい終了となりましたねはいはい続いて駒崎さん、今の財政ですけど、そうお金の使い方も含めて、いかがでしょうか。 どうもありがとうございます。あの、基金のあの使い方というのもあるんですけれども、はい、私がやってみたいこととしましては、あの行政評価、これをきちんとやっていきたいと思っております。あの、東京都の行政評価がすごく良くてですね。1。事業1。一事業に周期まあ、終わりですよね。終わりを設けて行います。え、しかもですね。外部評価外部の有識者。を 呼んできて評価しているこれが今北区は内部評価になっていますあ、外部はないんですねはいされておりませんかしかもですね事業もかいつまんでですねすべてじゃないんですピックアップされたものだけしかやられていません<ー>はい評価といってもあの形だけになってしまっているような状況があります私も戸田でそういった評価に関わってきましたけれどもやはり外部の方があのそういったところ突っ込まないとなかなかなあなになってしまうんですよねそうしたところで東京都は あの1000億円、毎年ですねそういう予算を生み出しています、この北区においても、そういった行政、評価をしっかりと行いながら。えーはい 行政改革やっていいいきたいなと思いますまあ結果的にそれが行政コストの削減とか、費用対効果につながっていくって、はい、そういうことですね、山田さん、いかがでしょう、このお金の使い方ですけれども、はいね、本当に慎重な使い方をしてきていると思います、あ今はね。はい、なんでそので、もちろん評価も大切です、とともに、ですねいかにお金を生み出していくかという感覚を、区として持っていくこと、まあ、北区の財政の特徴として、自主財源である特別区税が全体の17.2%。うん しかない一方で39%が特財,政特財政調整交付金いわゆる再配分される東京都からの交付金です。ということはですね、東京都と区がしっかりと連携をして北区にとって必要な交付金を東京都 中からもらってくるという工夫ともっと交渉力を持っていく、それから稼ぐ区役所として、えー、財長あ、えー、と基金もですね、はい、いかに運用して、その使えるお金を増やすかという努力もこれからできるんじゃないかなというふうに思っています、うん、むしろ守りよりも攻め,です、ね、攻めですね、すね増やすということをやっぱり考えできます。 はいそれでは一つ目のテーマについては以上で終了とさせていただきます、えー、続きまして、えー、テーマ討論に入ってまいりたいと思います、えー、まず一つ目のテーマですが、えー、こちらについては少子化対策ですで今、国の方もですね、えー、いわゆる少子化対策を進めていますそれこそ異次元のというような形でこう進めてきましたただ実際はじゃあ国レベルでどうかというとそれこそ30年前、40年前は20 200万人もいた赤ちゃんがですね今78万、9万と。 子供の数どんどん減っている、その間、政府もですねエンゼルプランし、しエンゼルプラン、いろいろ出しましたけれども、なかなか少子化対策、まあ、歯止めが効かないという状況です、でこれがもう地方になると、今度は人口減少対策とこうかみ合って、なかなかです子どもがどんどん減っていく、流出していく、こういうことにもつながっています、で先ほど、企画も1.18という出生率をお話をいただきましたけれども、まあ、少子化対策、何をすればいいのか、これ、具体的にぜひ。あの お答えいただきたいと思うんですね国も今進めていますから国に先んじてじゃあ北区はこれをやるとかですね私ならこういうことでやってみたいこういうアイデアをいただけるといいかなと思いますはいそれでは今度は駒崎さんからになります3分間で少子化対策お願いしますはいありがとうございますあの私自身ですね今44歳なんですが2人の子供の子育て中です、えー、本当に子育て政策というところで自分自身もいろんな課題を背負ってきました 産後うつであったり自分の子どもが待機児童になってしまったり例えば子どもたちが重すぎるランドセル問題で体調を崩してしまったりそうしたいろんな課題がある中で先ほど少子高齢化対策申し上げましたけれども少子化対策を深掘りしますと一番今、帰宅でやらなくてはいけないと思っていることが金銭的な負担軽減です。今でですねお子さん一人育てるのに大学生まで 行かせるとしますと1000万から2000万かかると言われているんです本当に莫大なお金だと思いますそうした金銭的負担によってあの諦めてしまうそういうようなお話も聞いていますえ私はそうした金銭的負担として保育料そして給食費医療費教育関連費こうしたものの無償化 子育て無料社会というものを目指していきたいと思っています特にですねもういろいろ区の方でも進めていただいてはおるんですけれども全国に先駆けて0歳から2歳児のこの保育料第1子分をですね無償化していきたいと思っていますそしてまたですねあの今保育園がですね終了保護者の終了が大きな条件となっているんですけれどもこれをですねもっと開かれた 保育園にしたいいと思っています今、ですね特に0歳児から2歳児で保護者が終了していなくても例えば双子ちゃん、みつごちゃんをお育てになっている方あるいは障害児をお育てになっている方 あるいは専業主婦であっても私のようにこう産後うつでしんどいなっていう方いろんな方いらっしゃいますそうした方々に皆さんに対して利用できる開かれた保育園みんなの保育園というものをやっていきたいなと思っていますじゃあ、待機児童ってどうなるのというふうに聞かれると思うんですけれども実は北区では定員割れをしている保育園結構あるんですそうしたところを活用してですね安心して子育てできる 社会これまでは保護者が子供を育てるものだったかもしれませんですが、それを転換点として社会全体で子供を育てていくそんなふうな政策を行っていきたいと思っています以上ですはいいありがとうございましたあの今出てきたのはやはり金銭的な負担軽減とこれをやはり目指すんだとそれからもう1つは非常にこうあのユニークなのは0から2歳児の保育料の無償化ですねこれは確かに私も聞かないですので北区はそれを先にしてやると。 いうことただやっぱり課題も出てきますよね、そうするとね、先ほどおっしゃっていた、おそらく待機児童、来たくは確かいたと思うんですね、ゼロではなかったと思いますので、まあ、そういった保育園としての、まあ、収容がどうなのかっていう、でそれはやっぱりあの足りないところも、定員が割れてるところもあるので、そういったことを運用しながらというお話をいただきましたまたちょっとその辺もあ伺ってまいりたいと思います。はははいいいいありがとううござままます、うんはい、続きししして山さん、はい、しましょう、はい、対策、はい いや本当にこれは大きな課題でだと思います私もずっとこういったあ子育て支援少子化対策取り組んでまいりましたで、えーまあ、国も大きく方向転換をしまして子ども家庭庁設置から始まっておりますまずです、ね、あの北区の子ども・子育て、まあ、教育まで含めたという,ふうに私は表現しておりますがあ総合政策をですねまとめていくということが精査するということが あの帰宅にとっては必要だと思っています。えー、子ども基本法の中でも今回あのそういった総合的な施策をですねまとめることというのが努力義務で、えー、地方自治体に課せられていますが努力義務ではなくてまず作っていくことでえっ、ー、と帰宅内のまあ環境にあった子育て施策がどういったものかということを見直していくということがまず必要だと思っています。これは仮称ですけども子ども帰宅子ども未来プランというような形で策定をすることでまずそのそ 自己性を高めていいいきたととうことが一つですもう一つは先ほどもお話ありましたがとにかく子育てにお金がかからないということをあの作っていくこれはもう国の方であの議論が始まっておりますので、えー、国のお、まあ、議論とともにですができることは帰宅からやっていくということ児童手当や児童扶養手当などの所得制限撤廃、えー、そういったものに加えてですね公私立のの幼稚園の 給食費無償化なども行っってていいきたいと思っておりますまた、あの、まあ、これも一緒になっちゃうんですけれども、えっとまあ、今回、東京都令和5年度からあの就労にかかわらず定期利用の保育園の補助金が作られました、でこれも帰宅として明確にやるという答弁が出ているというふうに確認をしていますので、えー、これを進めていくとともに、ですねそもそも幼稚園、保育園、えー さまざまな保育施設をですねどのように活用していくかこれは在宅、子育てのお母さん方お子さんにとってどういった利活用が必要かということを抜本的に見直していくことそういった発想の転換をこれは国でも今議論はされているんですけれども帰宅バージョンで。 その保育施設をどのように活用していくかということの議論を始めたいというふうに思っています。そしてですね、あの私あの一番多くいただくお声がですね、あの子供に関する手続きや相談窓口というのが分かりづらい。で、あの北国には高齢者のことでした。あ、高齢者安心センターって一元化された窓口あります。この言葉、このバージョンを作りたいと思っております。児童館や子どもセンターを活用して地域に。 子どもの窓口、相談ができる一本化した施設を作っていきたい、そんなふうに思っていますすはいいありがとうございま北区子ども未来プラン、過少ということですけども、これをこれ進めていくのと同時に、合わせて、えー、保育施設のやはり活用、有効活用をしていくとで、無償化については皆さんあの、駒崎さんも含めていくつかありましたし、北区はかなりやってる方だと私は思うんですが、さらに上乗せをしていくというところ、まあ、この辺またちょっと具体的に後ほど伺っていきたいと思います。 はい、それでは最後になりました。橋本さん、この子育て支援ですね。はい、あ、はい、少子化対策ですね。よろしくお願いします。いますはい。はい。なんと言っても、やはり、あの、子供を産み育てたい地域。 そして、経済の状況そして、えー、子どもたちの権利が保障され、えー、ジェンダーが平等になることまずそこから始めなければ、えー、皆さんがです、ね、子どもを産もうという気持ちにはならないと思うんですけれどもそれと同時に子どもの居場所ですとか、まあ、あの高齢の方の居場所もそうなんですけれども、えー、子どもたちを安心して地域でみんなで育てていけるという優しさを巡る住みよい街になる。 ないと、えー、子供を産もうという気にもなりませんそして、えー、今重圧がかかっておりますまあ大学に入る時の、えーえー、ときの8なっ入学金とか、ね、<laughs> 入学金とそれじゃああののー、<laughs> 忘でちゃってごめんなさい奨学金の返済にですねあの苦しんでとてもあのー 就職されてからですね結婚して子供を産むっていうふうにいかない状況を、えー、先ほどの大学までの教育費無償化もそうですけれども。 まずはです、ね、消費税をあの下げていただくことの要,要望ですとかそれからインボイスに反対していくそういうことも含めてです、ね、国政にも、えー、お願いをしそして、特制度さっきのお話でしたけども都から降りてくるお金がです、ね、この間もあのパーセンテージを下げられまして、えー、子供の、えーえー、と児童館あ児童館じゃない。えっ、ー、と <laughs> あの赤羽台にできる、自走がで,す、ね、できるっていうことになっていたその予算がです、ね、削られてしまったんですね、帰宅のお金で、えー、全部見なきゃいけないぐらい避け、えー、られてしまってそういうことをです、ね、やはり都にも要望していく、そういう姿勢で、えー、地域主権ということで,です、ね、あの帰宅という小さな あの自治体ですけれども基礎自治体ですけれどもあの皆さんの声をもとにしてあの毅然としてですね国や都に要望を出していきながら若い世代の経済力ですねあの消費者としての力を回復していただきまして地域経済を活性化すると同時にその子育てに向かう、えー 経済的安定そして精神的な安定ここでならあのたくさんの支援がありあの地域の人たちも見守ってくれるそういうところで子育てをしていきたいそして子どもの原理条約に基づいた権利条例が充実しそして子どもたちが生き生きとここなら育てられるという安心感それを生み出していきたいと思っております。 はいいありがとうございます、まあ、子どもの権利保障であったり、まあ、あるいはジェンダー平等の話もありました、それから居場所作り、まあ、こういったところも必要と、それからあのユニークだったのは大学の奨、まあ、学金であったりとか、そういったものも区として支援していこうということでしたはいいありがとうございますくしくもお三方に共通したのは、やはり経済的な、金銭的な負担をやはり軽減するという考え、まあ、それが無料化という方向であったり、例えば医療費であったり、給食、給食費がもうすでに来たくはな,なってますね。はい そうですねですので、まあ、医療費の問題であったりえ、それから保育料であったり、こういったところがあります、ここを多分、あの視聴者の皆さんを知りたいと思うんですね北区がじゃあ、の区と違ってど、まあど、どこが無料になるのか、どこがあの他よりも先んじて取り組みになるのか、この差別化という点で、駒崎さんからこう伺ってみたいんですが、先ほど、えーっと、子育て無料社会という発言がありました、これど,どこまでが無料でど、どこが他の区と違って、北区はすごいのかと。 これちょっと一分間でいいですか。ありがとうございます。はい、あの先ほども申し上げたのですが、あのまあ全国に先駆けてゼロ歳から二歳児のはいあの保育料の話がはいそうです、ねはい、ありました。それからですねあの教育費のところでは教育管理費と言って。うん 義務、まあ、教育ではあるんですけれども、はい、実は数年間しか使わないような、まあ、細かい話ですけれども、算数セットとか、がばとか、そういったものって、ほんのちょっとしか使わないのに、各自が購入してるんですよね、<ー>そういったものをやっぱり学校として備品化していく、うん、それだけでも全然負担が違いますし、あのまあ細かい話ですが、名前書きの負担なんかもなくなって。そうそう ものを大事にするこれ本当に基本だと思っています、うん、そうしたところも含めてあの今一度教育関連費を見直して教育部門も、はい、あの学校の備品化というところも含めながら、うんえー、考えていきたいと思っていますはいありがとうございます山田さんいかがでしょうかこの帰宅は まさに来たと他とは違うっていうとことですか。そうですね。先ほどのあの高私立の幼稚園の、うんはい、まあ給食費無償化をしていくよというところは、はい、まず先にしてやれることかなというふうに思っております。すねうん、やっぱり同じになっちゃうんですけど、やっぱり教,教育関連費、うん、これですねやっぱりここしっかりと。 あのやはり、区のほうで負担すべきだと思っておりますのやっぱりです、ね、あの子育てに行いがかかるというイメージをです、ね、変えていくということがあの必要だと思っておりますのでできることからそういった区として持てるもの、うん、そして必要なお金は財源をしっかりと確保していくその努力をしていくそんなふうにやっていきたいと思っています。はい 橋本さんいかがですか、他の区とは違って帰宅は、子供は子どもは未来であり、何よりも大事、うん、これを公共で育てていくっていう姿勢ですね、もう子育ての、うん、特に教育費にかかる負担を全廃したいと思っておりますあやはり教育にかかるところは全廃していくと、はいいありがとうございます、えー、とそれから、まあ、私、大学に勤務してますので、常々思うんですけど、やはり大学生はお金かかります。 でまあ、例えば足立区は大学の学費を支援するということであの非常にユニークな取り組み、えっ、ー、と3000万ぐらいかな医学部の場合ね、まあ、そのようなことを言ってますしやはり教育費って年齢が上がっていくとどんどん,どんやっぱりお金がかかるというところもあります、そういった中で例えば若者への支援というのを駒崎さんからちょっと伺ってみたいんですがどううでしょうその世代、ですね比較的小さい子ではなくてある程度、高校大学とこの辺りへ帰宅として何かこう支援ができないのか。 とということですが中高大あたり、このあたり、先ほど教育費の無料化無償化っていうのがありましたけれども、例えば何かそういった学びたいという人に対する支援、例えば所得制限を設けても構わないですけれども、困窮者に対するまああの支援、なんでもいいんですが小駒崎さん、どうでしょう、この点。 ありがとうございますあの若者の支援教,教育教育じゃなくても構わないです若者就労支援でも構わないです。あ,ありがとうございます実はあの私の身の回りにも若い方が今ボランティアなどで携わってくれてるんですが、はい、なかなかちょっと就職が難しい、ねはい、という状況に多々直面していますやはりですねあのハローワークもいいんですけれどもそこで探せない 方も多いんですよねすねサポーートステーションととかそういういいころを使って、ね、はいはい、ですのでやはりその方に合ったお仕事を、うん、丁寧にしっかりとこう個別に、はい、個別最適化してその方の能力を発揮できて、うん、その方もやってみたいなと思えるようなお仕事を紹介していって最後までサポートしていくような、えー、支援が 必要なんじゃないかなという,ふうに寄り添い型の支援ということですねそう,ですそうするとねはい、はい、そのようなことを行っていけたらいいなと思っていますはい、はい、ありがとうございます山田さんいかがでしょうこの若者に対する支援そうですねやっぱりあの大学がですね一番お金かかりますそうですね、はい、でそこで諦めてしまう最初から、はい、なのであの足立区の本当に私あのやったなと思いましたああ であの給付型の奨学金を、ねはい、やっていきたいと思います、で具体的にはやはりその給付型の奨学金を活用いただいて、で帰宅に何年かか、5年とか10年、うん、1 0年住んでいただいて働いて、はいまあ、納税していただく、うん、こういった形の条件を付けた形で給付型の奨学金を作っていくそなるほこ 経済が循環していくれらいで、そ,でそんな仕組みを作りたいなと思ってました足立区に居住するという、まあ、それだけ特典があるということですね、ですからね北区にね。 若者支援ということですね。若い方たちが本当に大変な目に遭っておられるということで非正規労働をですね、正規にできるだけしていく先ほどの,あの行政の職員の方たちも率先してですあに対しての,その処遇もですね、率先してその正規に必要なところにあの必要な人たちがご自分の能力を発揮できるような、えー、状況。 あの職業の状況にしていくということで考えております、そして、あのー、新しい産業とかですね、まあ、商店街などもあのさびれていく一方なんですけれども、北区ならではの新しい産業をみんなで作り出していくという努力も必要,必要ではないかと思っております。うん そう考えると、まあ、後のテーマでもあるんですけれどやっぱ足立区のあ北区のにぎわいとか、それから働く場所、そういったものがやっぱり若者をこう集めていく一つのきっかけにもなると思いますし、まあ、そういう意味では、先ほど、あの北区はどちらかというと高齢化率が高い、えーまあ、あのそれから1.18というあの非常に収集率も低いと、こういう中でやはり若者たち、ファミリー層に集まってきてもらう、そういう北区であるべきだということだと思うんですが。 やはりファミリー層向けの支援や、そういった例えばここで子育てをする人たちへの支援ということをあえて挙げるとすると、駒崎さん、どうでしょう、う例えば子育てをする上で、北区はすごく他の区と違って、すごくメリットがあるよっていうことが、おそらく今のところ、そこまで伝わってないんではないかなと思いもあるんですよね、それが結果になってしまっているというこういうい高齢化率このあたりいかがでしょうか、どうでしょう、もっとなんか PR も必要でしょうし。 えー、もっと若い人に入ってもらう、来てもらうような、さまざまなこう施策、必要だと思うんですが、来てもらう、ほかからありがとうございますあの、ちょっと、後ほどの質問にも引っかかってきてしまうんですけれども、北区って本当にいろんな魅力ある観光スポットがあるんですよね、ねだけれども、なかなかそれが、ブランディングはもうちょっとうまくい、うん、行ったらいいなというところはあります。 えー、飛鳥山公園の,その渋沢王のお住まいですとか、赤羽もそうですけれども、まあ、田端の、ね、天気のこの舞台なんかもありますけれども、はいねはい、そういったところをもっともっとうまく PR して、ああ、来たくっていいなっ、っな,なかなか来てくれないそういったところをどん,どん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 区長自らが発信していくというところをやりながら、そういった発信力ってやっぱり求められるということですね。ももっともっとととのいいところ していただきたいな、うん、そして住んでもらいたいな。多分区民もそう思ってるといやっぱ発信力って大事だと思うんですよね。トップの方のね。あの私自身も毎日そういう発信は欠かさず行っておりますので、はい、やっていきたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。 私はその割と今、若い人たち入ってきていると思うんですね、うんうん、でむしろあの出ていかないようにするということも一つ大きな視<あ>点でありまして、これはです、ね、その教育の問題もあると思うんですが、うん、もう一つはやっぱり住宅、子供が大きくなると、広いところが必要になって埼玉のに行っちゃう、すぐと隣だから。でこういったそのお ファミリー層の子どもたちの世帯によってですね住み替えを支援していく高齢者の方々の住宅を低価格でこう住み替え支援をですねまあ国もやってますけどそれを帰宅オリジナルでやっていくことまた空いている住居たくさんあります、この民間の空いている住居をですねいかに公共の,まああのインセンティブを与えながらえ区内のファミリー層に住み替え支援を行っていくか。 やっていきたいなっていうふうふに思ってますなので、入ってきたら出ていかない、出て、そしてさらに入ってきてもらう、今おっしゃると、まさにその通りで、実は僕も今、埼玉大学にいますけれど埼玉ってそうなんですよ、みんなこう、東京の北部の方にいる区の人が、まあ、子どもを育てるってなると、みんな荒川越えて埼玉入っちゃう、だせっかく本当、子どもちっちゃい頃は北区にいても、ちょっと大きくなると、みんな埼玉の方に行くというね、この問題、一つ大きいですよね、はいありがとうございます。橋本さんいかかがででしょう,かそうですね あの流出する子育て世帯ということで土地がとにかく上がってしまうので最初はあの結婚されて UR などに住むんですけれどもそうそう、ね、お子さんを持つに至って高い家賃が払えなくなってあの近隣の。 埼玉とかも埼玉が一番近いので行ってしまわれるということを何としても止めたいですね、うん、えそれでさっきおっしゃったその帰宅らしい魅力というものを今、壊してるんですね、どん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 ん壊してあの駅前にえタワーマンションなどを建ててですねああいうものが建ちますと地価がどんどん上がっていってですね、うん、ますます住めなくなるそして魅力的な商店街がなくなっていく、はい、そういうことを止めていいいきたいです、はい、ありがとうございます。 はいえー、と今、質問いただきましたけど時間の方が回りましたので、少子化対策についてはこれで終了とさせていただきます。もし補足があれば、また次の,あの先ほどの、えー、先のテーマの中で補足いただいても構いません。はい、それでは2つ目、えー、のテーマですが、えー、区役所の移転問題です。でまあ、これはあの皆さんもご存知だと思いますが、えー、基本計画がもう策定されて、まあ、区役所の移転とも、まあ、あの少なくともホームページでも見れるようになった。そうするとまあ予算も 490億ぐらいだったかな、総額、でも場所も、一応出てます、王子の場所ですね、これはあのまず、それぞれお三方は、ですねこの区役所移転についてどのようにお考えかということもえと伺ってみたいですし、またあのこれ、問題ないのかどうか、今の計画は、もしまあ区役所、それ以外のもし方法があるとすれば、じゃ具体的にどういうような解決策があるのか、これを教えていただきたいと思います。それではは今度は えー、山田さんからですねはい3分間でお願いしますはい、はい、あのまず、一点に関しては私はあの進めるべきだと思っております、でえっと進め方としてですね、えー、まずこのお費用490億、これがまあ適正かどうかということのお見直しというのはですね適宜していくというのは、やっぱりその当時。えー 床面積が必要とされていた床面積がその10年後ですね10年後デジタル化ですとか AI ですとかこういった IT 化されていく社会の中で同じ床面積が必要になってくるか。 窓口の機能として今の基準と同じものでいいのかということをやっぱりこう技術の発展とともに常に見直しをかけていくという考え方をまず入れるということが大きなそのスリム化の第一歩だというふうふに思っていますやっぱり結局を立てるとですねなかなか見直しをかけるという勇気が行政にはないここをです、ね、体質を変えていくことで無駄のない調査そしてたせっかく新庁舎なのに古い建物に。 内容がならないための、まあ、変化を求めていくということが重要だというふうに思っております、はい、それと、まあ、あの跡地についてあの跡地についてもです、ね、今、売却、まあ、80億の売却という形で想定をしておりますがこの見直しもやっぱり当時から考えますともう数年経ってますので,そ,ですそこの見直しをしっかりとかけていくということが丁寧にやりれたらなという,ふうに思っています。 はい、はい、ありがとうございますまあ、これ一応あの計画を見ると令和15年なんですね会長予定がですので10年かかるとですからまあこの間いろいろ状況の変化もありますしやはりそれには対応していくべきだということですねはいありがとうございました、えー、続いて橋本さんこの問題についていかがでしょうか私あの45年ここの北区に住んでおりまして割と来た頃からその 帰宅のあのあ区役所もうどこに移転するか問題が3択のアンケートですとかやってて何十年もかかって今やっと10年後にできるっていう計画が立ったんだっていう本当に気が遠くなる私が元気なうちに立ってくれるといいんですけれどもで今計画されているところは住民の皆さんの非常に不安を、え。ー かなんですか不安な気持ちを模様、えー、<laughs> しておりますあの地盤がですね弱いとか何か、えー、化学物質が出たとかですね詳しいことがわからないんですけれどももう一度見直していただきたいというふうに思っておりますじゃあこの場所についてはもう一度見直すということで、まあ、計画自体は賛成ということでよろしいですかね。 足りないですよね。建てた時から足りませんでしたね。次々に第二庁舎、第三庁舎ってもう、早い時期から、あの、小さな文庁舎ができていってですね、今、子供未来化なども、 あの近くのところ離れたところになってしまったり、ですね大変皆さんの不便な状態になっていると思います計画をしっかりと立てて、ですね必要なもの、を必要な土地、そして安全な場所、ゼロメートルになるようなところに新庁舎を建てることに、住民の方たちがどんなに不安を持っておられるかということに、もう少し耳を傾けていただきたいです。ははははい分かりましたあの計計画画自体はあの、えー、移転そのもののもも賛成ですけれども今の計画は えー、反対ということでよろしいですかま今のところがですね今のとこ場所ですねそうした、ね、場所ですね、うん、わかりましたはい、はい、ありがとうございます小間崎さんいかがでしょうこの問題はい、はい、ありがとうございますあの今の 計画そもそもなんですけれども、はい、ちょっとあの古い考え方に基づいているのかなというふうに思っています。あの今あの計画としては490億かかるっ、はい、そのうち100億円借金する計画になっていますね。うですでこうしたところで、まあ、例えばですけれども渋谷区ではあの新庁舎の隣の土地をデベロッパーに。 貸し出しをしてそこにマンションを建ててもらって、うん、その賃借料でもって、えー、210億円ペイしてるんですよねそういったふうに区民負担をゼロにするようなやり方ができないのかどうかもう一度検討してみたいと思っています、うん、あの実際に最近23区でそういうの多いですね豊島区もそう,そ,う、ね、それから渋谷もそうですし。はいまあ、ある意味でではそういったディベロッパーと共同で そういうところを開発して、その上がりである意味ではこう補填していくということですね。はいそういったものがあの、もうちょっとね、計画、進んじゃってはいるんですけれども、うね、もう一度、ちょっと立ち止まってみて、あの考え直して、検討の余地はあるのじゃないかなというふうに思っています、うん、はい分かりました。はいということですけれども、えー、はい、えー、とそれでは、ん山田さん、あれ、ちょっと待ってくださいはい。 そうですね、えー、山田さんからでしたね、ですから今度は補足になるんですが、じゃあ、お三方、それぞれ、えー、と移転そのものは賛成ということよろしいですかね、まず、ただ、橋本さんはちょっと場所が、今の場所はだめだと、ということですね、はい、それから駒崎さんについては、手法というんですかね、もうちょっとや,やり方が、単にこう借金で移転するっていうのではなくて、もっと具体的に何か移転をするにしても、えー、何かこう方法があるじゃないか。 ないだろうか、立ち止まって考えてみたいと、そういう、そういうお考えでした。場所も含め。あ、場所も含めて。あ、じゃ、あちょっと聞いてみましょうか。山さん、場所は大丈夫なんですか、今。あの、私は。は水没するという話も、出てますけどいや。あの、技術的なことでいけば、あの、そういったことはない。むしろですね、私、庁舎の下にですね。うん、石神井川の洪水対策としての、地下貯水池を設置するということも。ありだと思ってるぐらいです。あ、むしろ。はい。はい。 これ橋本さん場所が本当に水没するっていうことなんですが今、の住民の皆さん、私も含めてそういう不安が大きいのであの丁寧な説明によってですねもし不安を払拭していただけるのであればそういう。 ことを証明していただ、ければそこの場所でも、あの技術によって、うん、あの安全な庁舎ができることもあるかもしれませんので、はあはあ、今の状態ではとにかく不安の方が大きいです、ねうん、駒崎さんも同じですか、そ,れはそうですねあの、ま、ハザードマップで見ると、ちょっと浸水地区ではあなってはいるんですけれども、ま、技術でそれを、ねはい、なんとか回避できるのかもわからないんですが、その機関部署ですね、それを、うん。 上層階に持っていくとか、いろいろと対策はされると思うんですけれども、やっぱり皆さん、どこに行ってもこの話は質問されます、はい、ですので、本当にそれが大丈夫なのであれば、うん、やはりあの橋本さんもおっしゃっていましたけれども、もっともっと丁寧な説明が必要だと思っていますまあ科学的なエビデンスみたいなのも必要かもしれません、ね、きちっとあのこれは大丈夫だっていうね、はい、それをちゃんと、この前も帰宅ニュース出てましたけれども、そういったところも丁寧に説明して、理解を得ていかなくてはいけないと思っています。はい まあ、あともう一つ伺ってみたいのは、やはりお金の問題なんですけれども、まあ、490億というふうに、まああのえー、計画ではありますが、これ、今の北区の財政を考えると、どうなんでしょう、山田さん、そう大きな、なんとかなるっていう金額なんでしょうかそうですね、あのまあ、先ほど申し上げた通り、えー、機能をどのように見直し続けていくか、うん、ということです、えーとえー。区役所機能としててどののぐらいの分量が必要になってくるか、はい 機械化によって減らしていけるかでえっ、ー、と面積をですねその区庁舎の機能とは別に民間に稼せるような床にしていくことでプラスのお金を生み出していくとか、うん、そういった工夫もできるのかなというふうに思っています、うん、またその建物そのものをですねその渋谷区方式とか豊島区方式やれたらいいなと思いますが、うん、そもそもやっぱり地下の価値が <laughs> その違うという前提を十分把握したあ設計をしていかないと難しいなというふうふに思っています、うん、なのであのそういった利用の仕方でお金のお生み出し方はできると思っています。橋本さんこの お金の問題いかがでしょうううか億というあそでですねまあでも750億があると,です、ね、ということですので、はい、少しまあお金を借りたとしても返済しながら、うん、十分にやっていけるのではないかと思うのとですね、うん、その今の計画の中身の見直しをしていただいて何のためにどういう機能があればその帰宅役所の庁舎というものがあの、まあ、成り立つかっていう。 中身でですよねでそこにあの区のあのあ区内のですね業者さんに入っていただくとか、えー、建設などについてですね、うん、それからあのーまあ、デザインとかそういうことも含めもっと住民の。 あの区民ですねあの業者さんや、えー、企業も含めてそういう方たちとの協力によって空調車を作るプロジェクトというものを作っていけばもう少し節約できることもあるのではないかと思っております、うん、あまりあの私はデベロッパーさんとかにあのお金を払ってその予算を立てるということには反対ですわかりました。 駒崎さん、いかがでしょう。お金の問題について、この四百九十億という規模感ですけれども。そうですね。あの、区民感覚から言うと、うん、まあ、少しでも。そういった負担が少ない方がいい,い、ね、には越したことはないので。まあ、もちろん、今の計画ありますけれども、やっぱり。あの、もう一度立ち止まって、いろんな方向性を考えてもいいのではないかなと思っています。うん、で行、行政の方はですね。あの。まだ、その。土地の所有が、まだ、移動していないので、はいはい、こういう。 デベロッパーとのやり取りができないというお話だったんですけれども、まあ、それの所有権が一,一等してからでも、ちょっと考えてみてもいいのかなというふうには思っています。うんはい でまあ、あのかねてからのこう資材の高騰であったりとか人件費の高騰でひょっとするとこれで収まらない可能性もありますのでこの辺も10年という長い年月ですからいろいろと今後見直しも入ってくると思いますし、えー、今の現時点でのお,がお考えではお二方は場所にもちょっと不安があるということもありましたただこれも科学的なエビデンスっていうのをしっかりと,、えー、と説明をしてもらって皆さんが納得する形で進めていくと。 いうこととになると思いいます、まあ、いわゆるあのすぐにというわけではないんですけれども、この庁舎問題ですね、これ、おそらくですが10年間かかるとなると、それこそ次の選挙の時もおそらくこの問題、大きな争点になるかもしれませんし、まあ、具体的には、えー、今後の進捗を、まあ、踏まえて、皆さんそれぞれの立場で、えー、いろいろとご議論、発言されていくと思います、はい、ありがとうございました、それでは、えー、と3つ目のテーマ、これがあの比較的です、ね、幅が広いテーマなんですけれども、えー、北区の魅力発信、地域活性化についてということです。 先ほど少し議論の中でありましたが、やはり北区の発信力が少し弱いんじゃないだろうかと、もうこれだけ魅力的なところがたくさんあるにもかかわらず、なかなかもうメディア等々です、ね、まあ、あのトップの発信もそうなのかもしれませんが、もっとこう北区の魅力って発信できるんじゃないかという、まあ、こういった考えもありますし、地域活性化となると、やはり私が北区に訪れて思うのは、やはり駅前の開発ということになるのかなという気がします。えー、よく利用しますけども、JR の駅ですね、赤羽や十、えー、条ですね、えー、東十条もそうかな。 えっとそうですねえっ、ー、とせかまん王子もそうですけれどもまあこういったところの駅前をまあ今整備しようというまあそういう計画が着々と進んでいますけれどもこれに対するこういった計画に対する賛否お考えこの辺をちょっと伺っていきたいと思いますはいそれでは今度は橋本さんからになります三分間でこの魅力発信ちょっと今広いですけれど地域活性化についてお願いしますません45年間住んできた中でですねえ町からというあのタウンシをえー の、えー、編集に携わったことがありまして帰宅中を回ったりそれから子どもの文化の活動において、えー、帰宅中の,あのそういうグループを訪ね歩いたりした中でですね北区は、えーまあ、赤羽、王子滝野川で3地区だけをとってもそれぞれ魅力が違うんですね。 違うにもかかわらず同じようなタワーマンションをボンって建てて周りの,あの小さな商店を潰し長年住み続けた方たちを追い出すことによってですね何か玄関口をどこかよその大都市のようにしたいのかなっていうようなあのタワーマンションによる大規模駅前開発っていうものは私はちょっと疑問を感じておりまして。 一旦ストップしていただいてそれぞれの地域のです、ね、王子には王子の住民の方たちが歴史と文化を、えー、培ってこられたあの泥臭いです、ね、<laughs> あの魅力があるんですねでそれをあのいろいろな形であの受け継いで次に伝えていこうというあの住民の方たちの、えー、芸能ですとかあの絵画ですとかそういう営みがある。 それを生かすまちづくり、それぞれのまちの魅力を生かすまちづくりに切り替えていきたいと思っております、はい、むしろ、それぞれの地域の魅力を、まあ、ある意味ではこう尊重しながら、それが発信できるようなそういうまちづくりをしていきたいとい、そういうことでができれば、ですね住民の方たちが放っておいても発信してくれます、はいうん、あと一点ちょっとあの確認は、じゃあ、今行われているさまざまな開発ですけれども、これはすべて基本的にやっぱり見直すと。 私は9条に今日も朝行きまして、本当に悲しくなって、もう泣きたくなるんです、ね、じゃあ、例えば主要4駅ありますけれどもこ、れこれ全部やっぱり問題だろうと。全部問題です、ね、今のところは問題それでもどこまで止められるか分かりませんけれども、高瀬制限をつけるとかですね、はい、今からでもできるところは、住民の皆さんが納得しておられないわけですから。はい そういうことをもうでも出て行かれた方が戻ってくることはないかもしれませんしもう時は遅いのかもしれないんですけれども今からでもやれることをやっていきたい、うん、そういう癖にしていきたいと思っております、はい、ありがとうございますはい、同じテーマになります小崎さんはい 3分間になりますいかがでしょうか、はい、ありがとうございますあの先ほども申し上げたんですけれどもやっぱり前提として本当に北区ってすごく魅力的な、えー、観光資源がいっぱいあるな地域資源がいっぱいあるなと思っていますうふよあ北区赤羽の生のトール先生の漫画ですとか、えー 田畑の天気の子の舞台であったりそれから文化、芸術で行くとここ北ですとか王子小劇場そういったところもあります、またスポーツの面で言いますといろんなアスリートが集まる、えーえー、ごめんなさいちょっと名前がどう忘れちゃったんですけれどもトレセンなんかもありますよね、そうしたところをもっともっと知っていただきたい。そのためにあの魅力を私自身が 広告ととなっっててて発信しいいいきたいと思っていますそれから地域活性化についてなんですけれども私あの1 0百人会議というものを今回政策として挙げさせていただいておりますこれはですね区役所がこういう地域活性化政策やるよっていうのではなくって地域の皆さんがアイデアを出し合ってそのアイデアについてじゃあ自分ならこういうことができるよ帰宅だったらこういう支援ができるよとその皆さんのやる気アイデアを 育てていくみんなで叶えていくそういうものですえ、これは鎌倉市で行われているものなんですけれども本当にこういったもので町の皆さんが活性化生き生き輝いてもらわなければこの地域活性化っていうものはできないのではないかなと思っています町の人々とともにこの地域を活性化させていきたいなと思っています以上です はいまあ、あの鎌倉でも確かにそれと試み合っていて、あの北区100人会議ですね、これ、参加型のそのまま町づくりの,、まあの組織をこう作っていくと、はい、ありがとうございました、はい、それでは今、さんになりますはい、いかがでしょうシ、まあ、ティープロモーションというと、発信ということで、そこが弱いんじゃないかという、まあ、お話だったんですけれどもあの、そもそもあの北区の候補って、区民の方々にとっての候補だった。 っていうののが最初の、まあ、私、区議会行った時の答弁でよく記憶してるんですけどもそこから帰宅をどう発信していくかということの価値観が生まれたのが、まあ、本当につい最近ということでいけば頑張ってるかなとうう私は思ってます。観光協会含めてですね、えー で、一番のシのティプロモーションの課題というのはです、ね、あの資源をどう活用するかということをの,そのプレーヤーというかです、ねえー、と住民の方が直接公園をどう利用するかというそ,のそこだけではなくて、えー、そういったあのグループだとか民間だとかそういう人たちがあのより使いやすい。 住民の方々があもう集えるような仕組みを作っていくということそれはコンビ連携の部分になってくると思うんですがその規制が多くてですねその資源を活用しづらい環境を変えていくことがシティープロモーションにつながっていく。 というふうに思っています。それともう一つ駅前駅の塩焼き四つの再開発については私は賛成です。むしろこれを機会にして町の発展につなげていくべきだと思っています。でですね、その発展のさせ方としてはやはりこれまでの北区の考え方として区の内部のまた立つき上げというか町づくり部の方々が本当に努力されてきたんですが、ここはですね、やはり国やまあ、国交省今議会に来られてますけれどもあの東京都のプあの専門それ。 それれぞの専門、東京都と国からしっかりと外部人材を登用してですね、えー、その帰宅だけではできませんから国や東京都との制度上の連携がしっかり図れて最大公約数でまちづくりができることというのが1点もう一つはエリアマネジメントの考え方受験者の方々権利者の方々にご理解をいただきつつそこの周辺に住む、えー、の住民の方の意見 それはハード整備だけではなくてソフトの面でこんな利用の仕方をしたいよというものがしっかり経営者の方々にも伝わってエリア的な形でマネージメントがなされていくそこを区がリードしていくっていうことがこれから求められるという,ふうに思っています。はい えまずティプロモーションの方は、まあ、結構、確かに帰宅も最近はよくやってるんだとうそういう理屈、あのそういう考え方のもとで、まあ、もっとこれはもうあの発展的にやっていくんだというのが一つそれからもう一つは、えー、東京都のやっぱり連携と不可欠だろうとで、まあ、帰宅だけで何かやるっていうのもなかなか難しいのでまずこれが1点それからエリア、ですねその地域の方々の声をしっかり聞くとこれをこう並行して進めていくと,、はいでえー、と今回の駅前の開発については、まあ、基本的なあの主要駅については賛成と。 こういう立場ですねはい、まあ、経済効果も期待できるっていうことです、ねはいはい、やはりこの点ですね、これ、あの意見が分かれました、橋本さんと、えこれはやはりこう地域の活性化や、まあ、ある意味ではこう人口の、まあ、集客、交流、これを高めるという意味でも、まあ、開発が必要だと、これ、山田さんの立場ですし、橋本さんはそれはやっぱり古き良きっていうんですかね、その地域の個性みたいなものを失ってしまうんじゃないかということで、反対と、これはそういうこと、経済効果でも期待できるというご意見ありましたけど、これについてはいかがですか。 まち、ね、づくり、えー、駅前開発のお手本としましては、はい、世田谷区の下北沢のお話をよく凱旋でもさせていただいているんですけれども、はい、5年間で200回にわたるです、ねえー、市民と、うんえー、行政とそしてあの鉄道会社さん、うん、そして、まあ、建設会社など。 のあの連携による話し合いを持たれまして、えーまあ、100人会議っておっしゃったんですけども90人規模で、はい 1>, えー、1回につき5時間。 ぐらい話し合うぐらいの徹底的に反対意見も出しそして住民の方たちからのその対案も出していただいた上であのなされた駅前開発がその大ざなりなあの言葉悪いですけれどもどこにでもあるようなタワーマンション中心の駅前ではなく今下北沢があの特徴あるみんなで折り合いをつけて対話により対立から対話そして 鉄道会社すらも支援型の開発っていう名前をつけたぐらいですね。もう住民が主体で 作っていた駅前開発、そういうものが可能だっていうお手本があの示されておりますので、ぜひ北区もそのように切り替えていきたいというふうに思っておりますむしろかなりこうプロセスにもなるということですね、まず一つは、ね。そうですね、全部お任せしちゃってると、住民が主体ではないんだという、はい、それとあの大手のデベロッパーさんにすべ、うん、て丸投げするのではなく、北区にもたくさんあのデザイナーさんも、設計者さんもいらっしゃいますから。はい、はいありがとうございます はい、お二方意見出ました。小松木さんいかがでしょうか？この問題ですけれども、はい、ありがとうございます。再開発についてかと思いますえ、はい、これは私もあの議会の方でも質問もさせていただいたんですが、再開発自体は賛成です。はい、はい、これは建物の老朽化え、それからあのまあ、耐震の問題でも本当に今命の危険があるということで、早急にやらなくてはいけない課題だと思っています。ただですね。そのやっぱりプロセスに。 もうちょっと丁寧にやらなくてはいけないと思っています、えー、私自身も今赤羽に住んでおりますけれども、えー、先日ですねあ、年末年始ですかね皆さんと一緒にアンケートを取ったところやはりあのまだまだ多くの方がですねその進捗について知らないですとかもっともっと区民の声聞いてほしいそんなアンケート結果もありましたですからもっともっと区民の方地域の方の声を聞いてもちろんあの権利者の方のご意見は一番ですそれは存じておりますけれどもそこ。 住む皆さんの意見も大切ににししててほしいいいそういう,ふうに思っています赤羽らしい街を残す赤羽らしさを追求した再開発そういったものが大切だと思っておりますし、まあ、赤羽じゃないにしてもやっぱりその街その街で個性がありますのでそれを大切にしたデベロッパー任せにしない再開発を私はしていきたいと思っています。 はいいありがとうございます再開発そのものには賛成ですけれども、今の先ほど言ったプロセスの問題であったり、特に今、赤羽の話でましたけれども、赤羽やっぱり結構問題があるっていうことですかね、どうでしょう、進め方、実際にはいありがとうございます、あの議会で2月ですかね、はい、そういうお話を、アンケートの調査を、結果をもとにやらせていただいたところですね、はいうん、本当にあの行政の方も真摯に対応していただいております。 はい、山瀬いかがでしょう、例えばプロセスに問題があると、おっっししゃってましたもうそ,うあのそれはもう、これはもう基本中の基本で、手に入れていく、はい、あの何が問題かって、課題かというとです、ね、権利者とそこに、ま、周辺に住む権利者ではない住民の方をどうやってつなぐかっていうことの、<ー>その部分を行政がしっかりと担えるかということが課題なんですね、周辺住民の方々の思いをあの取り入れることはもう必要です。 それも絶対必要ですそれをどうやって経営者の方と結ぶかが、これまでまちづくり公社とか、そういった機能がまちづくり協議会、さまざまありますが、そこの機能がもっと充実されることによって、結ぶことができる、うん、そこをもっとやらなきゃいけないということを、むしろだから、予想に任せちゃうということではなくて、きちっとこうそのつないでいくと、はい、そこをあのしっかりと行政が、その立場をつないでいく立場を作っていくことだと思いいますはいはい、ありがとうございます。 えと続いてはですね地域経済について少し伺ってみたいと思うんですが、やはり今、コロナでこの3年間、非常にこうあの厳しい状況が続きました、そういった中でこの町もですねかなり大きな影響を受けたと思います、助成金をもらって、何とかお店を経営したりとか、そういう方もたくさんいましたし、今、やがてですね外国人観光客もたくさん増えてきました、新たなビジネスもどんどん出てきている中で、今後、この町をさらに活性化する、特に地域経済を活性化するために、どのような施策、方策が必要なのか。 これをそれぞれちょっと一分間で短くて恐縮なんですが例えば新しい産業をまあ誘致するとかあるいはお店に対してこういう女性や支援をすると、えー、あるいは若者たちをこううまく活,活躍するためのこういった仕組みを作るなんでも構いません地域が活性化するために特に経済の分野ですね橋本さんいかがでしょうか一分間です先ほどから申し上げましたようにその地域の独特のですね、うん、産業ですとかあのまあ例えば王子で言えばですねあのー 吉高が、はい、あの植えた桜により、えー、近いところ日帰りで来られるあの観光客を誘致するということで<ー>たくさんの,あの飲食店を作られたりですね楽しめる場所を作られたその地域の特性を生かしたまちづくりっていうのがやはりあの経済も 好循環に持っってていけると思っております和菓子ですとかねあのそれかられ和菓子屋さんがとてもあの多いんですねそういうところがあの人手不足や、えー、後継者がおられないために、えー、閉めて しまわれたりということは本当にもったいないことで、あの地域の宝物としてですね、あの行政みんなでそこを、えー、継承していくような、うん、あの工夫とかですね、若い方たちのそのお仕事場として新しく考える。はい、はい、ありがとうございます。あ時間になりました。はい、はい、小松さんいかがでしょうか。 この点、はい、ありがとうございますあの先ほども申し上げたんですけれどもあのまず聞きたく百人会議というもので皆さんからそうしたアイデアを募集したいというところがありますそれからあの駅前の使い方です例えば赤羽の東口広場ですけれどもそこに例えばマルシェをやってみるとか例えばですけども赤羽の駅前の広場今噴水がですね 東日本大震災以降ずっと水の流れがストップしてしまっている状況です。それを復活させて皆さんの憩いの場にしていく、えー、赤羽の顔そうしたところを、えー、復活させて皆さんの魅力的な場所にしていくこれが、えー、すごく大事なのではないかなと思っています、えー。公園も同じです。赤羽公園もですね、もう何が何だかわからないちょっとオブジェのようなものになってしまって本当に残念だなと思うんです。えー、これをですね復活させて皆さんの憩いの場としてしっかりと。 PR できるような顔にしていくこういったことで、えー 活性化させていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どう先いかがでしょう。地域の活性化。はい、えっと地域まあ経済ということでお話でし,したので、はい、えっと産業支援ということでいけばですね、あの今回はき今年大きいのはですね、やっぱりインボイス制度の導入。うん、ここでですね、はい、あのこれについていくことがしっかりできなくてですね、もうこれを機に仕事を辞めてしまおうという高齢者の方々、固定の方々がないように、これ国の税制改正だとしても、区としてその窓口としてしっかりと相談窓口 全国を税務関係団体と一緒に作っていくこと、それから、えっと、働きかけて出向いてて、それぞれの企業 に対しししててて支援をしていくとしてもかなりもちろんです、はい、これはもう伴走型でやっていくこと、はいそ,うね、それから商店街支援だけ、1個だけ、うん、区内の商店街支えていくために、はい、やっぱり商店街連合会の事務局機能を充実させる東京都の補助金など活用できるようにコーディネーター機能をしっかりと外部人材使って登用して活性化させていく、うん、もう積極的な支援をやっていきたいというふうふに思っています。 ははい、それではもう最後にあの1つ聞きたいんですけど、せっかくですから明るいテーマにしたいと思うんですが、北区の中で、えー、と一番自分が好きなところ、魅力的なところをちょっとあえて教えていただきたいなと、この活性化のために、ここっいうのは自分は一番好きだとか、ですね、あるいは魅力的だ、ぜひ他の区の方に知ってほしいというところ、これをぜひ PR してもらいたいんですが、1分間で橋本さんからになります。 どこでしょう、ご自身の,あの,もうあのイメージで構えない、思いで構いませんので、場所ですか、場所です、場所でもいいです、食べ物でもいいです、何でも、物でも何でもいいですけど、これが北区の一番魅力、あのょう、北区以外の方もたくさん視聴 <laughs> されてますので,そです、ねはい、それぞれ地域ごとに違うということをお話ししましたので、はい、なんですけれども、やはり庶民性ですよね、あの飾らないあ、そういう良さ、北区、はい、の人の良さですねそうですね、はい、庶民としてのあの まあ江戸からの続いているものもあるかと思いますけれどもたくさんの多様なですね、えー、東北ですとかそういうところから大きな団地にですね、あのー、移ってこられてふるさとは北区でない方たちが作っている北区というふるさとそれを作っていく大きな動きを何かお祭りですとかそういう新しい産業ですとかそういうことで、えー、引き出していきたいというふうに思っております。すね、はい そういったこう区民性というか皆さんの人々の性格というんですかねはい駒崎さんいかがでしょうかあ,あえて魅力これもアドリブなんで魅力ですね、うんはい、私はやっぱりこの赤羽ね北区に住む人々っていうのが私は一番好きです、うん、ちょっと抽象的なお話になってしまうんですけれどももちろん場所も 大好きな場所いっぱいありますけれども皆さんが本当に温かくて優しいそしてこの街を愛しているそんな皆さんと共に帰宅を作っていきたい皆さんと街づくりをしていきたいそんな思いで今いっぱいです。 はいいありががとうございます山瀬いかがです山で私、ちょっとリアルになっちゃうんですけど、はい、やっぱり交通の便、いいですよね、いいですね鉄道駅が多いということを、交通の便がいいということと、それとともに自然が多かったり、歴史的なあの建造物ですとか、あ歴史文化がまあ深いという、ここをですねうまくつないでですねもっともっと知っていただくための魅力発信をしていきたいなって、もう魅力は多いと思ってます、そして区民は優しい人が多いです。そうですねはいあ<の>、はい 共通したのはやっぱりこの区民の温かさっていうところですかね、はい、これはありがとうございました、えー、と以上でですね用意された質問は終了ということになりますが、最後にえと皆さんへのメッセージっていうんですかね、えー、これを実は1分間でえお話しいただくということがございますで、これは何でも構いません、言い残したことでも構わないですし、あるいは最後にこう強調しておきたいことでも構いません、えー、まあ時間が非常に短くて恐縮ですが、えー、最後に1分間でえここでこで カメラの方でですねお話ししたいことこれを言っていただきたいと思います順番で言うと駒崎さん山田さん橋本さんの順番になりますはいそれでは1分間で最後のまあ、ラストアピールって言うんでしょうかねはいよろしくお願いいたします はいありがとうございますえ私は何よりもですねやっぱり区民の声を聞くあなたの声を聞くそれを本当にこれまでも大切にしてきましたしこれからも大切にしていきたいと思っていますまち、えー、づくりもいろんな支援もそうですけれども一番大事なのは区民の声えこれを大切にするためにえ私は アウトリーチ方式で、えー、区長自らが区民,を声に区民の声を聞きに行く出前区長ですとかアウトリーチ型の支援そうしたものをしっかりと行っていくことで皆さんの声が反映させされられる、えー、区民の方を向いた政治をしっかりと行っていきたいと思いますありがとうございましたはいありがとうございました、えー、それでは続きまして山田さん よろししくお願いいますはい、もう最初にあの一番最初の質問でお答えしたんですけれどもやっぱり区役所全体がですね区民のための区役所になっていくこれを作ることだと思っています、えー、そのことで区民の方々が帰宅を信頼して帰宅に頼ってそして公民連携、えー、みんなで作る帰宅新時代皆さんと一緒に帰宅を作っていくためのその組 基礎はやっぱり区役所全体が区民のために働いていくことということの認識をもっともっと深く持っていくことだという,ふうに思っておりますので、えー、みんなで作る帰宅信材、区役所の方も、そして区民の方々もみんなの声が一つに反映をされて、それが政策につながっていく、そんな帰宅を作っていく、東京都や国との連携も絶対必要です、このこともしっかりと踏まえて、みんなで作っていく帰宅をやりたいと思っています。以上ですはい、はいありがとうございました えー、続きましては橋本さんになります。はい、お願いします。ありがとうございます。えっ、ー、と、二十年間のですね。あの、同一の方の区政によりまして。帰宅っていうのは、何をしたい区なのか、どういうふうにしたいのか。 とといいいいうううことがはっっききりしなくなくてきているというふうに思います今これだけ困窮の方たちが増えて皆さんつらい思いでですね朝も本当にお顔の色が優れませんそれを何とか立て直していくことからですね、えー、はっきりと北区はこのようにしていきたいというふうに皆さんの声をもとに打ち出していくそして良くないことはストップ、えー、統一教会との関係もしっかりと えー、洗い出して、ですね帰宅として毅然とした態度で臨み、そして区民の声を生かした、えー、多様性とインクルーシブによる、えー、虹色の,あの彩り豊かな帰宅にしていきたい、そして庶民性を大事にしていきたい、帰宅の区民が主役の帰宅に変えていきたいと思っております、継承ではなく、しなやかに変える区政、これを目指していきます。はいいありがとうございました 以上で用意されたプロ,グラムはプログラムは終了ということになります、えー、まずはですね討論にご参加いただいて大変だったと思うんですがでも私の方からいろんな質問が飛んできますのであの普段ね大学生だから結構厳しく言ってしまうんですけど今日はあのしかも厳しい質問に対しても全部お答えいただきましたからそういう意味ではご参加いただいたお三方本当に今日はどうもありがとうございました。 改めて御礼申し上げたいいと思いますまたあの、この公開討論会ですけれども、えー、主催をいただきました青年会議所の皆さんですね、なかなかこういう機会ないと思うんですが、これをご用意いただいた方、どうもありがとうございました。改めて御礼申し上げたいいと思います そしてこの公開討論会、冒頭でも私申し上げたんですけれども、えー、なかなかこういう形で立候補者がですね揃ってお話しする機会、あまりないんですね。えー、ですので、まあ、今、候補もありますし、いろんなあの政策を知る手段あると思うんですけれども、ぜひ今日ご視聴いただいて、えー、視聴するだけではなくて、有権者の皆さんをです、ね、投票所に足を運んでいただくと。 で、えー、投票それが投票につながるということが非常に大事ですので、えー、またもし見逃してしまった等々はですねぜひこれまたいろんな方とこういう討論会があったよとかこんなこと言ってたよとぜひ皆さんでお話しいただければと思いますはいそれではですね、えー、以上をもちまして討論会終了とさせていただきたいと思います、えー、司会の方に前後回しますはい、えー、候補者の皆様ファシリテーターの石坂様ありがとうございました この討論会を皆様が投票する際の参考にしていただきたいと考えておりますここでご視聴されている皆様に本日の公開討論会のアンケートへのご協力をお願いいたしますご覧いただいているページにアンケートのリンクが貼られています今後の活動を参考にさせていただきたいと考えておりますのでぜひお手おがけしますがご回答の方をよろしくお願い申し上げます本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました はい、ありがとうございました。